ピーチ。ルーベンス、一体何が起こってるの？この騒ぎは何？君が知らなくていい。そこにじっと隠れてよ。同胞が呼びかけるまで出てくるんじゃない。イタリア人の声が聞こえた。そこにいるぞ。クソ、誰？東洋人め。森の中へ隠れ。ルーベンス！おやおや、にぎやかだ。そんなことなら最初からこの女を人質に取ればよかった。くそ、いまいましい連中だ。躊躇なく銃を拾おうとするとは、イタリア女は実に物騒。くそ、二人がかりでしくじりやがって。
日本人め、おのれ。貴様を探していたぞ、アンジェロ少尉。これで全員だな。俺はしっかり貴様らの死体を数えて回ってたんだからな。しっかりして、アンジェロ少尉。それにしても我が六軒島守備隊の情けないことよ。まさか私以外は全員死んだのではあるまい。やれやれクズども。女を盾に取らなきゃ戦えない。人手なし。離して。静かにしろ。イタリア女は実に騒がしい。おとなしくしてれば命までは取らんという。ジャジャ馬を飼いならす趣味はないのでな。貴様は死ねえ。注意、彼女は無関係だ。話してやれ。ん？後ろ宮か。おう、生きておったか。彼女を話せ。苦しがってる。貴様であろう。イタリア人どもに攻撃があることを密告した。何の話だ。貴様のせいで奇襲が失敗してこのざまだ。この裏切り者め。貴様がこのイタリア女を通じて内通していたことはお見通しよ。あなたが黄金に目がくらんだからこの事態を招いたのではないのか。逃げて。
できんぞ。この男は命乞いしてる人も撃ったわ。あなたも撃たれる。喋るな、イタリア女。もう一度口を聞いたら容赦なく撃つぞ。よせ、やめろ。彼女は何の関係もない。銃を上官に向けるとはどういうことか。頭を冷やせ、愚か者め。私とお前で口裏を合わせれば、あの黄金の山は私たちだけのものではないか。私一人では少々をくすねるくらいしかできんが、お前と二人でならもっと多くの数をくすねることができる。上官面をするつもりはないぞ。男同士二人できっちり山分けしようじゃねえ。ゴブゴブに分けようと言って、あなたは彼らの寝首をかこうとしたのではないのか。後ろ見、どうやら貴様は黄金より鉛の方がお好みらしいな。金蔵、欲望。貴様、うっ。あんたがあんたの都合で大勢の命を奪ったように、私も私の都合であんたの命を奪う。怪我をしたのか。あばらが痛むわ。その人でなしが激しく踏んだものだから。大丈夫か。折れていなければいいんだが。これくらいで折れるほどイタリア女はやわじゃないの。でもありがとう。あなたは命の恩人だわ。あなたが来なければ私はきっとそこに転がっていたわ。君を病院へ運ばなければならない。君が思っているより傷が深かったらいけない。知らなかった。この島には病院もあるのね。ない。隣の島へ船で運ぶ。君は病院へ、私はこの島での出来事をうまく片付けないと。とばっちりで軍法会議者だ。頼みがあるの。私を病院へ連れて行かないで。どうして。
病院へ行って大使館に連絡が行けば、私はやがて本国へ送還されるわ。そしてきっとあれこれと尋問を受けるんだわ。私はママを見殺しにした奴らを自分の祖国とは認めないの。もう私の帰るべき祖国はないの。ここが私の終点だから、もう私はどこへも行きたくないの。私に優しくしてくれたアンジェロ少尉もルーベンスもみんなみんな死んでしまった。だから君までここで死ぬと。イタリア女はヤワじゃないんだろ。生きるんだ。ねえ金蔵、生きるってどういう意味？あなたが教えてくれたはずよ。生きるってのはただ息をすることじゃないわ。私はイタリアへ帰りたくないの。ビーちゃん、あなたは私と出会うまで死んでいたと言ってくれたわ。でもそれは私も同じなの。潜水艦の中で私は死んでいた。祖国も滅び、ママも死んだ、パパもね。私はこんな船沈んでしまえと願ったわ。だからここにたどり着いた時、実は死に損ねたとがっかりした。その矢先よ、少尉が英語がわかる者はいるかと騒ぎ出したのは。私は祖国も家族も友人たちも失った私をあなたにさらってほしいと願うの。ピーちゃん、でもそれは叶えられない望みだともわかってる。ならばせめて迎えの船が来るまでの数日間をあなたと一緒にいたいの。胸の痛みなんて気にしない。だって迎えの船に連れ去られたら私はもう死んでしまうのだから。お願い金蔵、迎えが来るまでの数日間でいいから私をさらって。その願いは叶えられない。意気地なし、やっぱり日本の男は軟弱だわ。そうだな、私は意気地なしだ。だから君の願いは片方しか叶えられない。片方とは？迎えが来るまでの数日間でいいからの方は叶えられないということさ。え？どういう意味？君をさらう、そっちを叶えることにした。金蔵。